私じゃない。お姉さんどうかした？私のせいじゃない。おやボロボロ、もうやだやだ。なんかあった？なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの？こちら現在大町町1時20分、20代前半の女性を保護、至急応援の手配をお願いします。が人差し指より長かったらそいつエッチうまいって知ってた？なあ僕も長いですよ。うわぁエッチうまいじゃん。いやいや、まだまだ。もう下品な話やめてよ。ケイちゃん困ってるやんか。ケイちゃん、ケイちゃん、見て見て、薬指がな、人差し指より長かったらエッチうまい、こいつめちゃくちゃエッチうまいのよ。なあうまい。いや、うまい。ケイちゃんお上手なんですね。店員さん香港から来てはんねん俺のビジネスバーテンやね。めっさ金持ちやで。はい、宝家大事にする。いいことある。宝家抜く、これ良くない。僕も宝家ある。大事にしよう。へえ、私も宝げないかな。一緒に見つけたのか。そっちじゃないの、こっち。まあ、もうどうしようもないじゃん。ごめんなさい。手抜いたら動き止まったんや。聞いたことないで。ほんで他の人の手抜いたら動くと思った？なわけないやろ。なんで抜いちゃったんかな。だってそうするしか考えられなくて。から話しても全然分かれへんわ。源氏名はケイちゃん、本名は坂本ゆきちゃん。昼間幼稚園の先生してるんや。ちょっと疲れすぎてんちゃう？疲れてるとかじゃないんです。本当の本当のことなんです。
しかないわ。信じられないだろうけど、本当のことなんです。んなこと言われてもね。